まあ3月今日は21日、もうシーズン終盤で、もう実はもう産卵がもう始まっているような状況でしたね。で今日はですね、まあとりあえずその、まあ、産卵入ってはいるんですけども、深場で産卵しているポイントに今日は入ります。やっぱ野尻も浅場の方で今相当な、親魚がもう網で取れてる、毎日なんか100キロクラス取れてるらしくて、まあ深場は魚薄いのかなって昨日見てたら、意外に結構、前日の魚探の映像ではものすごいたっぷり入ってる。で連れてくるとまあ卵もう、産み終わっている個体すごく多くて、あ深場でも結構産卵入ってるんだなっていうのは、まあそういうポイントにですね今日は入って、まあ、産卵に入ってても全然よく釣れる。一応今はですね、仕掛け、まあ、準備してるんですけど、これは5本針。野尻湖の場合は、全長が長いと、ちょっと、まあ、有利な面もあるとは思うんですけども、やっぱり水深が27とか30メーターいっちゃうんで、針の本数を少なくして、全長の短いタイプの方が早く沈む。で水の抵抗が少ないんで当たり感度も上がるっていう、まあそういった類のことを考えるとこの5本とか、まあ地元の人は4本とかよく使ってるみたいですね。重りなんですが、まあこういったケースに入れているんですけども、使っているのは、タングステンの TG 進化 R、まあ要は金の重りですね。で野尻湖はやっぱ水深が深いんで、ある程度は重たい重りで数を稼ぎたいですが、やっぱり渋くなる時がありますので、まあ、その時のための 3g で 4,5,6g を僕は入れてます。まあちょっと風が強かったらこっから上のさらに 7.5 っていうのもちょっと出動する可能性があるかもしれませんが、まあ大概はまずこの 5g と 6g で対処しようかなと思ってます。それはやっぱりその時の臨機応変というか、まあ館の状況ですね、動くとか風とか湖流の状況ですね。まあ、それで使い分けます。あと意外にですね、野尻湖の方で下張りをつけてる人意外と少ないんですけども、僕はもう最近は下張りつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。ですから下張り今セットのそのまんま持ってきてますけど、ポイントによりきれなんですけども、ボトムのマテリアルっていうか、ボトムのところに藻が入ってるようなところがその藻の上を通っていくんで、まあ、下張りに藻が引っかかってくるような状況であれば下張りはなくて OK で、藻がなくて今日多分入るポイントはおそらく落ち葉とかの堆積しているポイントですから、そういったところはやっぱり舌をついばむワカサギすごく多いので、そういった場合はこの下張りすごく有利になりますので、まあ下張りはあった方が最近はいいんじゃないかなというのが僕の考え方です。まずじゃあ最初は 6g をちょっと使ってみます。下張りはこのバラ張りをちょっとバラにして結び直してあるんですけども、まあフロロカーボンの 0.25 で5センチ、で針はちょっとクロトなんですが非常に小さい 0.5 号のマルチですね。これすごく小さくて、なおかつ食いが非常にいいので、ちょっとこれはまあ僕の今、ハマっている針です。あとは一応スピード表示は H にして、やっぱりもう 30m 近いんで巻き上げスピードがなるべく速くしたいんで H ですね。もう H でやってって、まあ、なくなったら電池交換、まあ、大体 30m ですとクリスティア PT であれば、片方大体100から150ぐらいで電池交換のタイミングだと思います。火花みたいに浅いところであれば、まあ、浅いところといってもまあ大体 10m 弱であれば、まあ、200ぐらい以上つっても電池交換はそんなに必要ないと思います。キープでちょっと作ってみた5本針です。コンセプトはミディアムレンジからディープレンジ、まあ、要は中深場から深場をメインにターゲットにした仕掛け、まあそこのボトム狙いですね。でボトム狙いで一応5本にしてるっていうのは、早く沈ませるための水の抵抗を少なくするっていうことと、あとは餌交換のサイクルを早くしたい。長い仕掛けのタイプはまあ今までのラインナップシリーズ、例えば、10本とか8本とかそういった、ラインナップがあるんで、一応こちらの方は、まあ5本ではあるんですけども、深場を意識した5本のプロトタイプです。